どうも、井上です。この動画では AVIUTL を使って画像編集をした際、数枚の画像を貼り合わせて編集した際に、後半の方で音ずれが発生するという現象が出てくると思います。それの修正方法、簡単な修正方法がありますので、その方法をちょっと動画で撮ってみたいと思います。まず最初に、その方法を説明したいと思います。AVIUTL のこのトップ画面というか、 AVIUTL のこのファイルですね、ここをクリックします。ファイルをクリックして、でこの環境設定の入力プラグインの設定の、この L スマッシュワークスをクリックします。すると、この、設定画面になって、こんな感じなんですけど、今回訪れの修正で触るところはここですね。ここの VFR から CFR、 これのここチェックが入ってないと思うんですけど、これにチェックを入れます。こんな感じですね。これだけで大丈夫です。これで OK を押します。で OK を押します。で変更設定を変更したので、一旦 AVIUTL を閉じます。ファイル終了で閉じます。で再起動します。これでもう訪れは直ってると思います。そしたらもう一度こうファイルを開いて、環境設定の入力プラグインの設定の L スマッシュの設定をします。するとこう、チェック入ってると思います。これで画像編集した際の訪れっていうのが修正されているので、よかったらやってみてください。一回ちょっと実践でやってみたいと思います。でこれ一旦ちょっと外します。外して OK の環境設定OK の終了で再起動します。でこれで先ほどの設定がなしですね。これが初期状態の状態になります。実はこれでちょっと動画2枚動画より読み込んでいきます。これとこれ、先日私動画アップした動画編集の際に使った動画なんですけど、これを使ってでちょっと見てもらったらいいと思います。まずここでつなぎ合わせてるんですけど、この商品はこれネコポスでの発送になりますので、この料金で、発送まで送料も込みになってますので、この辺を必ずバイヤーズの商品を出品して、出す場合はここの発送方法ですね、これを、確認チェックするようにしてください。あとこの定型内定型外ですね、これ規格内と、定型外ですね。この辺も注意が必要になります。この辺の商品ですね。この辺の商品を出す場合は、はい、こんな感じで、だいぶ訪れが、チェック入れる前でしたら訪れが発生してくるんですけど、次は、チェックした後の状態はどんな感じか同じ画像でやってみたいと思います。まず、ここファイルの環境設定の入力プラグインの設定のこれ L スマッシュに行きます。でここチェック入れます。で OK 押します。で OK 押します。で一旦閉じて再起動します。一旦閉じて再起動します。でまた同じ画像を読み込みます。これですね、読み込みます。また同じ場所ですね、見ていきます。これなんかですね、これのここですね、 NKPS。 この商品はこれネコポスでの発送になりますので、この料金で、発送まで送料も込みになってますので、この辺を必ずバイヤーズの商品を出品して、出す場合はここの発送方法ですね、これを、確認チェックするようにしてください。あとこの定型内定型外ですね、これ規格内と、定型外ですね、この辺も注意が必要になります。はい、こんな感じで後の方の画像では訪れが解消されているのがわかると思います。こんな感じで、もし AVIUTL の編集をされて訪れが出てきた場合は、一回よかったらこの環境設定の入力プラグインの L スマッシュの設定、ここを一回見てみてください。で、ここチェックもし入ってなくて訪れしてるようでしたら、ここチェック入れてもらって、
OK を押してもらって、あと、これ AVUTL は設定加え変更を加えた場合は必ず、再起動ですね、再起動して、その変更した時点場所が変更されてるかチェックする必要があると思いますので、その辺は注意してみてください。よかったら、使ってみてください。でこの設定を入れてやった場合は、これ今2つの動画で見たんですけど、これ他の動画で私編集した動画の資料になるんですけど、このぐらいこんな感じで、いくつかもカットして編集した場合でも音ずれなくすんなり入ってますので、よかったら使ってみてください。この動画は以上になります。この動画がためになったと思ったら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またいいねボタンの方もよろしくお願いいたします。他の動画でも AVUTL の設定とかも作ってるので、よかったらまた見ておいてください。この動画は以上になります。ありがとうございました。